はい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 。昨日、まあ、ああいう大差で負けてしまって、今日どういう試合をするのかなというふうにすごく楽しみにしてたんですけども、まあ今季12度目というところで、まあ完封勝利。まあその巨人のね、巨人らしさというか、まあ改めてその投手陣含めて、非常にいい戦いができたんじゃないかなというふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました。先ほどでもないかな。終わりました。ドラゴンズ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、今日はですね、まあその、まあ2対0というところで完封勝利を収めたんですけども、やっぱり、井上投手のね、ピッチングというのは、素晴らしかったと思いますし、まあヒルナンデスね、まあ今日2対0の2打点をどちらもね、叩き出してるわけですけども、またね、調子がこう上向いてきたなっていう感じはすごくあるので、そういったところでまたね、この夏の厳しい時期、戦いもね、熾烈になってくるところではあるんですけども、すごく頼もしい、二人だなと。まあみんなそうなんですけども、特に今日はね、井上投手と、ヘルナンデス選手がね、素晴らしい働きをしてくれたんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあですね、今日の動画の内容としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点見ていきます。そして僕が気になったところであったりとか、ここプロの技でしたね、プロの技でしたねとか、ここは、こういう、意図で配球してましたね、みたいな感じで、配球チャートも使いながらね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、一緒に振り返っていきたいと思います。はい、まずですね、今日は2対0というところで、ジャイアンツが勝利をいたしました。はい、まあ先ほども言いましたように、ヘルナンデス選手がね、2打点すべてをね、叩き出してくれたというふうなことを言いましたけども、まあ1回までにね、まず2アウトランナーなしから、ヘルナンデス選手の、まあホームランというところで先制しますと。やはり、試合においてですね、まあ先制をするというのは非常に重要ですね、重要でしてね、まあ先制されても、まあ逆転し返すっていうのはあるんですけども、やはり、勝つ確率としたらね、やっぱり先制点を取った方が高いというふうに思いますので、このホームランっていうのは非常に貴重だったなと。それにましてや2アウトランナーなしから打ってくれたっていうのは非常にでかかったなというふうに思います。で、3回表もですね、1アウト2塁からヘルナンデス選手の、まあライトへの2塁打というところで、まあ先ほど、まあレフトの方にホームラン打って、まあその謙虚にじゃないですけども、まあ相手もね、攻め方が変わってくる可能性が高い中、逆方向にしっかり強い打球を打てたっていうのは、このヘルナンデス選手の対応力、まあ気持ちの面でも、まあもう一発ホームラン打ってやろうみたいな、まあ大きな気持ちで行くんじゃなくて、しっかりね、冷静に分析した上で、右方向に強い打球を打てた。これはね、ヘルナンデスのすごい持ち味じゃないかなっていうふうに僕思います。はい。でですね、まあ、得点シーンは、ま、以上なんですけども、そこからね、ジャイアンツは、しっかり系統を繋いでいきまして、まあ、エラーとかね、ちょいちょいありましたけども、まあ、今日は0点で勝てたというところは、非常に、ま、投手力というところが、良かったんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。じゃあですね、次はですね、スタメンの変更点を見ていきたいと思います。僕の、この顔のあたりにですね、両チームのスタメンのオーダーを出しながら、変更点を見ていきたいと思います。はい、まず、ホーム側から行きましょう。ドラゴンズ、なんですけども、まあ、昨日ですね、まあ、対象というかね、いい形で勝ってるますんで、まあ、スタメンの変更はあまりなかったんですね。はい、あったのはですね、キャッチャーの木下選手を、まあ、7番、昨日ね、キャッチャーに、木下選手が入ってたんですけども、今日は7番キャッチャーに宇佐美選手が入っておりますと。で、ピッチャーが昨日ね、小笠原投手で今日はメヒア投手というところで、まあね、あまり、オーダーを変えずに、まあ、勝った勢いのままというかね、いい流れで、連勝していきたいという、思いがあったんじゃないかなと思います。で、対するジャイアンツですけども、ジャイアンツは少し、変更点ありまして、昨日、6番かな ?6 番で、出てた坂本さんがですね、今日は出てませんと。で、今日は代わりに、7番にサード中山選手が入っておりますと。スタメンで。はい。で、モンテス選手も昨日出てたんですけども、今日は門脇選手が8番ショートに入っておりますと。
で、前日8番キャッチャーだった岸田選手が、6番かな ?6 番に入っておりますと。で、ピッチャーは昨日前田木投手をあまり良くなかったんですけども、今日はね、井上投手というところで、まあ絶対に連敗避けたいと。で、井上投手もね、まあ、いい時もあれば悪い時もあるというところで、ちょっとまだこう安定しきってないところあるんですが、まあやっぱりいい時はすごくいいピッチングをしてくれてるというのがあるんで、そのいい方にね、なんとか、まあ、持っていってほしいなというところはすごくありました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここプロの技ですね、みたいなところをできるだけ分かりやすくね、面白く、飽きないようにね、皆さんに、話していきたいと思いますんで、ここからね、ぜひ見てください。野球ね、本当に詳しくなりたい方とか、もうね、正直、こんだけ毎試合、はっきり言うけど、めちゃくちゃ分かりやすく解説してる YouTuber、マジでいないんで、絶対見た方がいいですし、絶対チャンネル登録もしておいた方がいいです。はい。これぐらい言うぐらいね、僕自信あります。はい。じゃあ行きます。まず、一回表。まあ、ヘルナンデス選手がね、ホームラン打ちましたというお話をしましたが、まあ、はじめね、丸選手、吉川選手。まあ、二人とも左バッターですよね。で、このメヒア投手なんですけど、まあ、この左バッター二人に対しては、ストレートチェンジアップという球種で、まあ、二人を打ち取ったんですね。うん、ツーアウト取ったんですね。で、初めての右バッターですよね、この試合で。はい。で、ヘルナンデスが来ますと。で、配球見ていきたいんですけど、まあそのスライダーストライク取って、スライダーでファール取って、で、ツーストライク取りましたと。で、宇佐美選手はですね、外のスライダー、まあちょっとボール気味になるようなスライダーをまあ要求してたんですけども、真ん中にど真ん中に入ってしまって、それをホームラン打たれるんですけど、まあホームラン打つんですけども、ヘルナンデス選手が。まあ、この、丸選手、吉川選手というところでね、打ち取り方も、まあ、普通にめちゃくちゃいい感じで打ち取って、ヘルナンデス選手も、パンパンって2球で2ストライク取ってっていうところでめちゃくちゃいい感じで来てたんですけど、最後の最後がね、真ん中に入ってしまって、それをホームランされるっていうところで、まあ、そんだけね、まあ、野球って、その、一球で流れが変わるというか、すごくいい調子で抑えてても、その、一球、失投して、それをホームラン打たれることによって、まあ、流れが変わってしまうという典型的な例かなと、いうふうに思います。これもね、悔やまれる一球じゃないかな、っていうふうに思います。はい。でですね、次一回裏、見ていきたいんですけども、まあ、今日ね、中山選手がスタメンで出場してたじゃないですか。で、まあ、あんまりね、悪く言うのもあれなんだけど、うん。まあ、安倍監督がね、まあ、一軍で使えないと、その守備じゃ使えない、みたいな感じでね、おっしゃって、まあ、二軍降格になってしまったんですよ。で、まあ、今まで、こう、中山選手って、めちゃくちゃこう、代打でね、いい形で、まあ、二軍ですごくいい成績を出して、上がってきて、代打でもね、いい形で打ってたんですよね。で、今日ね、初めてこう、まあ、スタメンで出場したっていうところなんですけども、まあ、バッティングもね、まあ、今日散々だったんですけども、どっちかっていうと、守備の、流れが、守備でこう、あまりうまくいかなくて、で、打撃も引きずってしまったっていう形に、だったと思うんですね。で、この、一回裏の、これ、ツーアウトランナーなしから、カリス選手に、がね、サードゴロ打ってきたんですよ。で、これね、アウトは取ったんですけど、中山選手の送球がね、ちょっとね、こう、浮いてるんですよね、この時から。うん。ちょっとこう、ふわっとしてるというか、高めに抜けてるんですよ。まあ、結局アウトになってるんですけど、この時から、ああ、中山選手ちょっと送球大丈夫かなって、ちょっと思ってたんですね。うん。で、2回表ですね。これね、先頭の岸田選手が、まあこれ、右中間にね、ツーベース打ちますと、まあ非常にうまく打ちましたと、これ、セカンドの頭にね、こういう打撃をしてたら、打率ももっと上がってくるやろうなっていうところ。うん。で、ノーアウト2塁で中山選手、ここで空振り三振をしてしまったんですけど、まあ結局ね、よく進塁だとか言うじゃないですか。で、そんなことは相手バッテリーも分かってますと。簡単にそんなんね、セカンドゴロというか、右方向に打たれたくないっていうのは、打たしたくないっていうのは分かってるんですね。で、その上での配球なんですけど、まあ、チェンジアップボールだって、スライダーボールだって、で、ツーシームファール打って、うん。で、ここまで全部外なんですね。で、ストレート、4球目ストレート、ちょっとボール気味のボールだったんですけど、それを空振りするんですね、ストレートの。外のボールをね。で、チェンジアップでボールになりますと。で、ここまで全部外攻めなんですね。うん。だから、まあ、結局、逆方向に打たれたくないっていうのがあるんで、全部外、逆方向というか引っ張らしたくないんで、全部外なんですね。で、そこで最後スライダー来たんですけど、スライダーだけ打ちに来たんですよ。ちょっとこう、引っ掛けたような形で、打ちに来たんですけど、それを中村選手が空振り三振しまうというところで、
まあずっと外を見せられてて、最後インサイドの、あのカットボールというかスライダーが来て三振してしまうというところで、まあその、まあ最低限ね、まあ内野ゴロ、セカンドゴロ打ってほしいというのはあるんだけども、まあその、まあ相手もね、そういうのをさせたくないというところで配球してるんで、まあここはね、非常にこう、まあ4球目の外のストレートのボール球っぽいところを振ってしまったのが、ちょっと空振りしてしまったのが、ちょっとね、痛かったなというふうに思いました。はい。でですね、ここですよね。2回裏、先頭、細川選手。これ、まあ、記録は、サードへの内野安打っていう風になってるんですけども、完璧にこれは中山選手のもうエラーですね。バウンドがね、ポンポンってね、ゆっくりのバウンドだったんですね。で、中山選手は、まあ、結構こう、前に出ずに落ち着いて取ったというかね、その場で取って、送球したんですけど、送球がちょっと高めにまた浮いて、これ、まあ、内野安打という形になるんですけど、もう、はっきり言って、これは中山選手のエラーですし、先ほど言ったように、まあ、その、カリステ選手の1回裏の、まあ、内野ゴロの時から、送球が結構、上ついてたんですね。うん、で、上ついてるって原因って、まあ、いろいろ原因はあるんですけども、やはり、指先だけで投げてるというか、まあ、イップスではないと思うんですけど、やっぱり足を使って、投げていかないと、送球ってなかなか安定しないところはあるんですが、そこでちょっとこう、やっぱり1回目の守備機会の時に、ちょっとこう高めに浮いてしまってるから、ちょっとこう、緊張してるというか、大丈夫かなって自分の中でも不安があると思うんで、そこで、補給体制もね、ちょっとこう、なんていうの、前に出れずに、ちょっとゆっくり取ってしまったというか、やっぱりこう、そういう、なんて言うんだろう、一発目の送球があったんで、そういう慎重になってたところはあって、で、それで内野安打になってしまったんですけど、まあこれははっきり言って、まあ中山選手のエラーですし、まあこれをアウト取れないっていうのは結構やっぱり一軍で、出るのってしんどいかなっていうところを思うんで、まあ安倍監督ね、結構厳しいことをおっしゃってましたけども、やはり期待の裏返し、だとも思いますし、これはね、アウト取ってほしかったなっていうふうに正直思いますと。で、ただ、今日はですね、まあ、守備がね、ちょっとこう、中山選手がね、ちょっとこう、送球それたとかありましたけども、そこをね、ピッチャーがカバーするっていうところが非常に良かったんですね。で、ノーアウト一塁から石川選手を、ライトフライ。で、ワンアウト一塁から村松選手見逃し三振。これね、外の出し入れ、ストレートとスライダーっていうところで、もうアウトコース低めに出し入れするんですね。で、最後もね、ストレートで見逃し三振したんですけど、これ素晴らしいボールだったと思います。うん、ナイスピッチングだったと思いますね。はい。でですね、次3回表見ていきたいと思います。これ、まあ、ヘルナンデスがまだタイムリーを打ったイニングなんですけど、まあ、ワンアウトから吉川選手がセンター前ヒット出て、ワンアウト一塁でヘルナンデスが打席の時に、まあ、5球目に、スチールを決めて、その後に、まあ、ライトにね、ツーベースを打つっていうところなんですけど、ちょっとこれね、配球チャート見ていきたいと思うんですが、これね、非常にね、いい対応してました。先ほども言いましたように、まあ、ホームラン打った後って、やっぱり大振りになりがちなんですよ。やっぱバッターってね、もう一本打てるとか、もう一本打ってやろうって思いがちなんですけど、やはりここを冷静にね、分析しながら逆方向に打てるっていうのはヘルナンデスの大きな強みかなっていうふうに思います。で、まあ、シールを決めてね、この吉川選手の足っていうのも素晴らしかったと思いますし、でね、やはり、ここですよね、やっぱり配球っていうところも、ちょっと偏ったかなっていうところありました。はい。で、カーブでストライク、ストレートでファール、で、ストレートでボール、ストレートでボール、スライダーでボールというところで、このチャート見てもらうと分かる通り、全部外の高めぐらいにいってるんですね。で、まあ、どこかでインサイド1球、まあ、挟めれたらよかったんですけども、まあ、ちょっとね、やっぱり外一辺倒になってるし、まっすぐとね、スライダー、まあ、カーブ初球行きましたけども、やはり同じ、球速帯というか、うん、同じコースで同じような球種でって言ってるんで、まあ、バッターのヘルナンデス選手も最後ね、決して、甘いボールではないんですが、まあ、スライダーというところをね、しっかり捉えて、まあ、ツーベース打ってるわけなんで、ある程度やっぱり踏み込んでいってるというか、うん。まあ、先ほどもスライダー打ってますし、ホームラン打ってますし、というところで、もう少し、対になるボールというかね、落ち球であったりとか、まあ、シュートであったりとか持ってるんであればね、使いたかったですし、持ってないんであれば、インサイドをね、一球でも見せておけばね、ちょっともうちょいマシだったかな、っていうふうに、思いました。はいですね、次行きましょうか。これ次3回裏なんですけど、まあ、ちょっとこれね、危ないなと思ったところなんですが、まあ、井上投手がこれ先頭バッターの田中選手をフォアボール出すんですね。あ、ちょっとやばいなっていう。まあ、惜しいところではあったんですけど、フォアボール出たんですね。で、これ、ノーアウト1塁でメヒア選手がバント失敗するんですけど、これがめちゃくちゃ大きかったですね。まあ、バントね、やってるところを見ると、間違いなく上手くないっていうかね、まあ、もともとね、外国人ですし、あんまりそういう練習をしたことないと思うんですが、このね、しっかり遅れなかったっていうところは、めちゃくちゃジャイアンツからしたら大きかったなと思います。
で、ワンアウト一塁から、まあ、岡林選手がライトフライ。で、ツーアウト一塁で、福永選手のショートゴロをね、これ、門脇選手がファインプレーして、二塁でアウト取るんですけど、これももしかしたらモンテスだったら抜けてたかもしれないっていうところがあって、やはり守備力というところは、まあ、やっぱり、こう、ね、うん、数字にもしかしたら現れにくいところかもしれないですけども、非常に大事だなっていうふうに思いました。はい、でですね、次、4回表行きましょうか。はい、4回表も、これね、ワンアウトから門脇選手がセンター前ヒットで出ますと。で、ワンアウト一塁から井上選手がバント失敗すると。まあ、これも高めの強いボールで難しかったと思うんですよ。ちょっとボール気味かなっていうところあったんで、全然見逃してもよかったボールかなと思いましたんで、やっぱり高めって難しいんですね。特にバントするときって、フライが上がりやすかったりとか、ファールになりやすかったりするんで、どっちかっていうと低めじゃないけども、自分の目線よりもやっぱ低いところ、をやっていかないとバントって結構成功率って上がってこないんで、そういったところで井上投手ね、まあ、早くて自分の、目線の近くに来たから、バットをついつい出してしまったっていうところあるんですけど、そこはね、ちょっとね、意識、してもらいたいなっていうふうに思います。はい、でですね、この失敗あった後に、あ、ちょっと嫌な流れやなっていうふうに僕思ってました、思ってたんですけども、その裏にね、4回裏にしっかり3番、4番、5番というところ、まあ、中軸をですね、しっかり三者本当に打ち取れたっていうのは、今日ね、井上投手がすごく良かったところかなっていうふうに思います。で、5回表ですよね。これね、5回表も、まあ、その、チャンスを作るっていうところなんですが、まあ、点入らなかったって、ジャイアンツがね。これ先頭の吉川選手、フォアボール出ますと。で、ノーアウト1塁で、ヘルナンデスの打席の時に、4球目にまたね、吉川選手がね、シール決めるんですね。非常に素晴らしいと思います、これね。で、まあ、結局、1打席目にスライダーはホームラン打って、で、2打席目もスライダー打ってっていうところで、さすがに同じやられ方で2回やってるんで、同じやられ方というか、同じ球種で2回やられてるんで、まあ、バッテリーもね、さすがに、3回目はダメというところで、配球変えてくるんですね。で、ストレートでストライク取って、ストレートでボール、ストレートでファール、ストレートでボールというところで、まあ、変化球打たれてるんで、速球でバーって攻めてくるんですね。で、最後、スライダー行ったらやっぱ危ない、ホームランも打たれてるし、ツーベースもスライダー打たれてるしっていうところで、カーブ最後来るんですね。で、カーブはやっぱりこう、なんて言うんだろう、決め球に持ってくるって結構勇気いたりとか、するんですけども、まあ、ヘルナンデスからしたら、まあ、カーブって、まあ、予想外だったと思うんで、ここで見逃し三振取る。まあ、これはね、まあ、さすがに3回同じやり方すると、ダメなんで、さすがにね。うん。だから、ちょっと配球変えてやってきたのが、まあ、いい結果を生んだというところだったと思います。はい。で、次、5回裏いきます。5回裏、これはね、めちゃくちゃ、中日のチャンスだったんですけど、ここをね、まあ、井上投手がゼロに抑えたっていうところは、非常にこれめちゃくちゃこの、今日の試合を振り返る上で、大きかったんですけど、ワンアウトから、これ、宇佐美選手がね、これ、ツーベース打つんですよ。うん。で、ワンアウト二塁で田中選手がセカンドゴロ打って、ランナー三塁進みますと。で、ここですよね、ツーアウト三塁で、ピンチヒッター、高橋周平選手が出てくるんですけど、ここ空振り三振取るんですね。で、ここちょっと配球チャート見ていきたいんですけど、これね、本当に、いい攻めできてました。マジで良かったと思います。というのも、まあ、一塁空いてますと。ツーアウト三塁で、まあ、一塁空いてますと。で、まあ、究極、まあ、フォアボールになっても、まあ、こういう点差が あまりないとき、っていうのは、貯めても、いいから0点で抑えたいっていうところがあるんですね。うん。で、まあ、究極、まあ、広くいって、で、バッターが振ってくれてっていうところを狙っていってもいいところなんですね、場面としてはね。で、この配球なんですけど、まあ、スライダーでボールになりますと。で、多分このボールで、ちょっと、狙い球を、分かったみたいな感じで、井上投手がインタビューで答えてましたけども、そっからね、ストレート、ストライク、打ち、ストレート、ファール、打ち、ストレート、ボール、打ち、全部インサイドいくんですね。多分これ、もしかしたらストレートっていう表現になってますけども、これもしかしたらツーシームかもしれないですけど、これ3球連続で打ちえぐるんですね。で、最後スライダーで戻るかなって、初球のスライダーで戻るかなっていうふうに思ったんですけど、最後ね、アウトコースのストレート、まあ、ちょっと甘くなりましたけども、3球、インサイドにツーシーム行ってたら、さすがに高橋周平選手も、インサイド意識してるんで、そのちょっと甘くなったんですけど、それを空振りしてくれたっていうのがあるんで、やっぱこんだけ3球行って意識させてたら、踏み込みも弱くなるし、アウトコース、ビタビタじゃなくても、
空振りしやすかったりするんで、ミスショットしやすかったりするんで、バッターはね。そういったところで、非常にね、この3球インサイドいけたっていう、まあ、一塁空いてるから、まあ、究極ファーボールでやったりとかってなっても、まあ、いいかなっていうところで、割り切って投げれたっていうのは、非常に、いいピッチングだったし、いい配球だったなって思いました。はい。でですね、そこからですね、まあ、ジャイアンツはですね、まあ、系統、まあ、ケラーであったりとか、バルドナード、体制というふうに繋いでいったんですけども、まあ、少し気になったところというか、まあ、中日に対する、気になったところなんですけど、まあ、この8回裏のバルドナード選手が出てきたときに、バルドナード最近結構点取られてたりとかするじゃないですか。調子がめちゃくちゃいいかって言われたら、良くないじゃないですか。で、この先頭の宇佐美さんが、これ、まあ、空振り三振したんですけど、これ、最後のね、ボールがね、まあ、3-2まで行って、まあ、まあ、見極めすごく難しいところなんですけど、これ最後、多分ボール球なんですね。ボール球のボールを、ちょっと振ってしまって空振り三振したんですけど、これでもし、宇佐美さんがそれを選んでて、フォアボールを取ってたとしたら、まあ、たらればの話になるんだけど、それでフォアボール取ってたとしたら、もしかしたらこれね、今のその、バルドナードの調子だったら、点を取られた可能性高いんだけど、これを、宇佐美さんが、まあ、振ってくれて、まあ、三振取れた。まあ、それだけで、ね、球の力があったんだと思うんですけど、そこがめちゃくちゃ僕結構、大きな分岐点かなと思ってて、うん。最近取られる傾向としては、まあ、先頭フォアボール出して、そこからね、ヒット食らってみたいな感じで取られてるところが多いんで、ここがね、ここで三振取れたっていうのはマジでジャイアンツからしたら大きかったと思いますし、中日からしたら、これね、一人でも先頭バッターランナー出てたら、まあ、全然まだ2対0なんで、わからない場面だったんですけど、ちょっともったいなかったなっていうところはありました。で、最後、まあ、大勢出てきて、まあ、ツーアウトからね、門脇選手のエラーとかありましたけども、やはり、うん、まあ、フォアボールもあってね、最後、ツーアウト1、2塁まで行きましたけども、まあ、最後でしっかり村本選手を抑えてくれたというところで、まあ、守備でもいいところありましたけども、まあ、少しミスも出たというところ。で、そのミスに関しては、ピッチャーがね、しっかりこう、カバーしてね、抑えてくれた、ゼロで抑えてくれたっていうのは、すごく良かったことだと思いますし、逆にこう、打線がね、めちゃくちゃ爆発するときもあるし、まあ、少しエラーが出てしまうときもあるし、というところで、まあ、持ちつ持たれつみたいな、関係性だと思うので、誰かがミスしたときはみんなでカバーするっていうところができていければ、僕はいいかなというふうに思うので、今日はね、非常にまあ、ピッチャーも良かったですし、まあ、守備もね、いいプレーもありましたけども、悪いプレーもあったけども、ピッチャーがカバーしてくれたというところで、まあまあ、ゼロ点に抑えてるんでね、非常に、まあ、ジャイアンツらしいというか、まあ、守り勝つというかね、高い投手陣、うん、高い投手力を用いて、うん、相手をね、ゼロ点、最小失点に抑えていくっていう、ジャイアンツらしい戦い方ができたんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、まあ、ちょっと速報じゃなくて出すのが遅かったかもしれないですけども、ちょっとね、こっち時差が16時間あるんで、ちょっとすいません、本当に。明日の試合も確か、デーゲームで、1時半からかなんかにね、やると思うんですけど、ちょっと出す時間はですね、この動画出す時間は多分、まあ、11時ぐらい、日本時間で言ったら23時ぐらいになるんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、本当に申し訳ないですけども、ちょっとね、小山翔平ベースボールチャンネルをこれからも見ていただけると、すごくありがたいです。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。